ロックステーション第60回記念すべきなのかな、わかりませんが第60回ということで、ね、静か行政書士シピー人種の静かでございます。ちょっと神々ですが、また特にやることが思いつかなかったので、いろいろ IR のところで聞いてきた話を展開していきたいなと思っております。今日3社、ですね、ご紹介していきますので、この動画は、視聴回数が非常に少ないシリーズになってしまいましたので、自由に喋っていきたいと思っておりますので、早速資料の方を見ていきましょう。はい、3社ですね。 TOA と USS とダイトロン、アルファベットばっかり並んで、しかも3文字、ダイトロンだけなんとかカタカナということで、全部ね、アルファベット3文字で揃えたらよかったですね。ですね、早速見ていきましょう。TOA から。TOA ということで、大体想像がつくと思いますが、もともとは東亜なんちゃらっていう会社名だったんですけどね、業種電気であります。決算期3月ですね。事業内容は業務用音響機器、業務用映像機器の製造販売、本社所在地が神戸市中央区となっております。どの辺でしかですかね、これは、ね、中央区の、東証一部1977年上場で、連結従業員数が、3129名となっております。中身ですね、銘柄特性ということで、天井の埋め込み型スピーカーとかです。普通の会社の音響機器、音響施設、スピーカーとかワイヤレスマイクとかですね、会議システム、テレビ会議のシステムとか使うようなやつとか、あと非常用の放送設備とかですね、その辺の音響設備が 81%。で、あとセキュリティ製品、防犯カメラとかですね、録画機器。ね、セキュリティ事業 13%、 あと鉄道の車内放送設備、アンプとかそのマイクとかそういうやつとかですね、あとカメラ設備とか表示機器っていうのが 6% になっております。で、結構いろんなところに納入されていてですね、競馬場、福島競馬場とか京都競馬場、あと函館 JRA だと、その辺に導入していたりとかですね、あとウィンブルドンのテニスコートのなんかですね、放送設備とかだったりとか、成田とか羽田とか関空の空港、とかですね、全国の空港の 90% を、に導入しているらしいですよ。であと都庁ですね、これがきっかけでシェアが急激に増えたってことらしいですね。都庁に入れたところだったらそれは、信頼できるだろうということで、全国の大型ビルの放送設備の設計に、参入していったということですね。であとイスラム教のためのそのブルーモスク、なんかもですね、のその、あのマイクだったりとかスピーカーとかのを、納入しているようです。で、東京駅丸の内付近ではかなりですね、納入率が高く 80%、 丸ビルと第一生命ビルだけ入ってないみたいなんですが、他かなりの割合で入っているということですね。で、1947年にこのレフレックス型トランペットスピーカー、トランペットみたいな、こういうね、こういうやつ、ね、こういうやつって言って全然伝わらないんですけど、この書きにくさ満載の、ペンでちょっと書いてみましょうか。書けるかな、これ。ほんとね、書きにくいんですね、こういうやつ。こういうやつ、なんかこんな感じ。書きにくい。
違えましたね。いろいろ間違えた。まあ、こういうやつ。こういうスペック。で、これはどんどんその短くしていったりとかですね、技術改良を加えて、で、あと電気メガホン、こういう、なんすか、音をして、ウェー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 とかなっちゃうやつ。ああいうやつなんか、運動会とかでね、使うようなやつ。あれが、選挙の時とかによく売れたりしたらしいですよ。はい。ということで。あと1969年に日本初の非常用放送システムを、開発。はい。ということでですね。日本初とか世界初の製品を多く生み出している企業でもあります。多言語に対応したでしょうね、これきっとね。うん、ちょっとペンに変えますね。前のソフトに戻そうかな。対応です。もう諦めました。多言語に対応した高度避難誘導システムを、コレドにまず導入した。日本橋コレドですね、皆さんご存知でしょうか。地方の方はちょっとあれかもしれないですが、に導入して、で、まあ、まずいろんな言語に対応したそのもう避難設備をもうまるっとも設備誘導システムを、担当させてもらう、導入させてもらって、でまずはコレドに導入して、それがうまくいけば他の、新しいビルにもそれを展開していけるということですね。放送って、まあ、ただそのマイクとスピーカーがあればってことじゃなくて、他とあらゆるものがつながるような、放送したの緊急誘導システム、避難誘導システムをまるっとね、受け持っていたりとかするようです。地域別で日本が 60%、 その他アジア、欧州、中東、アフリカの割合が結構大きいみたいですが、まあ、北米でも売り上げありますし、結構世界的にグローバルに活躍している企業であります。そしてこの見通しですね、震災とか北朝鮮問題とかで結構明らかになってきましたが、避難設備の需要増が見込まれるんじゃないか、携帯がふえふえ言い出すのもいいんですけれども、ちゃんとどこに逃げればいいのか、自治体とかが、放送をしなければならないわけですけど、どこに逃げなきゃいけないのか、今逃げなきゃいけないのかどうなのかっていうところも、でその声がちゃんと届くようにっていうことなんですよね。いくらスピーカーがあったからって本当にそれがちゃんと聞こえるのか、何を言ってるのかちゃんと理解できる形で届けられるのかっていうことの重要性から、新しい、下にも書いてないや、ホーンアレイスピーカーっていうものですね、まあ、かなり遠くまで、音が聞こえるようなスピーカーを作ったりしております。ホーンアレイスピーカーはすごかったですよ。スピーカーを、まあ、こう、なんか縦とかにこう、つなげる、置くわけですよ。いくつかね。で、こう、このスピーカーから出るとか、こうやってこう広がっていくわけじゃないですか。で、こう、遠くに行くほど、やっぱりこう、音はちっちゃくなっていくんですけど、こう、音が、重なり合うことによって、音が大きく聞こえると。で重なり合うほど音が大きく聞こえるから、いくつかスピーカーを重ねることによって遠くでもある程度音が大きく聞こえるっていう設計らしいです。まあ実際なんかその動画で見たら本当にそうでした。はい、っていう感じですね。アセアン地域でやっぱりイスラム教向けの、売り上げが高いから、そのアジア向けの売上高が高かったりするっていうのもあるんで、モスクなども含めて展開を広げていきたいと。そして、トンネル内などの防災スピーカーの需要も増えて、トンネル内確かに、あんまりトンネルでなんかスピーカーがなんか言ってるの聞いたことないですけど、でも本当にそのトンネルの中でなんかあったら大変ですもんね。で、下手したらラジオも入んないみたいなところもあったりしますから、大変ですよね。ということで、トンネル内のスピーカーなんかの需要も増えてるということでした。株価見てみましょう。はい、まあ、高止まりみたいな感じですね、最近。まあ、下がりもしないし、上がりもしない。この1150円から1200円ぐらいの水準で、うろちょろしています。決算発表でどっちかに動くのかどうなのかっていうところですかね。
だから業績はなかなか堅調に来ているというところでありますが、長い足で見てみましょう。1年いい水準感、2年チャート、2年前だとやっぱりちょっと高値があるんで、そこの高値をまず狙いに行きたいというところでしょうね。5年ぐらいで見てみましょう。ということですね。はい。そんな TOA であります。指標、配当利回りが 2.03%。まあまあ、やや高い。いいですね。PR18.14 倍、PBR0.99 倍と1倍割れであります。配当成功 35% 目安ということでありますんで、なかなかいいんじゃないでしょうか。ROE5.7%、ちょっと低め。ですね。財政状態がなかなか悪くないからっていうところもあるでしょうね。これ ROE、ROE が低めに出ちゃってるのはっていうところもあると思いますが、6809ですね。なんでしょうね。68老婆、老婆でいいのかな。東亜のスピーカーから音が聞こえてきたら老婆がたくさん湧いてきたと。老婆湧く。覚えましょう。あんまりいい言葉じゃなかったですけどね、ちょっと思いつかないので、老婆枠と覚えましょう。ノベルティはこの最近ちょこちょこあるんですね。このライト付きルーペ、ボタン電池4つも使うんですよこれ。どんだけ、なんか単4電池1個とかにしてほしいと思いながら、まあ、しょうがないですね。という、ここのですね、あるかな、あれ、ここのボタンを押すと、ライトがつくんですよ。はい、いいんだかは何なんだかって感じなんですけど。そして、USS ですね。業種サービスです。決算期3月、事業内容、中古車オークション会場運営とか、中古車の買取事業、ラビットを運営してます。本社所在地が愛知県東海市ですね。上場市場が東証一部、1999年上場であります。従業員数が8481名ということで、結構多いですね。こちら、銘柄特性がオークション業界。まあ、中古車のオークションをやってるところです。で、オークション業界のシェアが市場シェア 32.9%。後ほど触れますが、これがもっと増えます。増えました。で、というところですね、とりあえず。で、中継台数が中継台数での市場シェアが 54.2%。なので今はもうちょっと多いと思いますが、上の市場シェアと合わせて、オークション業界の市場シェアと合わせて多いと思います。で、会員数 47,147 名と圧倒的なですね、会員数で全国17会場を展開しております。東京会場とか名古屋会場がですね、相当な大規模な会場らしいですね。で、そのオークション会場だけじゃなくてですね、インターネットとか衛星、まあ、CS かなんかでやってるんですかね、わかんないですけど、その衛星テレビっていうか、いうやつは、何を使ってやってるのかよくわかんないですけど、を使って外部落札システムを導入しております。で、インターネットで、こう、なんかこう、次の車はこれですみたいなのがバーッと出てきて、で、いくらとかと入力して、外からでも、落札をすることができる。ですね。で、もちろん会場でもですね、ID カード、月額会員、月額会費を払えばですね、誰でもオークション会場に、どこの会場でも行けるということになっております。で、その会費による安定的収益も確保しつつですね、インターネットとか衛星による外部落札手数料を高く設定したりとかっていうことでですね、安定した収益を、得ている会社であります。 JPX400 にも組み入れられているということで、非常に、業績も良く、経営基盤もなかなか安定した、企業であります。だいたい今その会場落札と外部落札っていうのは半々ぐらいらしいんですね。なかなかいいらしいですよ。そのオークション会場はすごいです。なんかマッサージ施設があったりとか、食事ができたりとか、まあ、それこそまたあれですけど、ムスクとかもあったりするらしいんですけどね。海外からのお客さんも結構いらっしゃるらしいんで、っていう感じですごくいい設備らしいです。はい。
そんなサービスしちゃっていいのっていう感じですけどね。それぐらいまあ儲かるらしいですよ。儲かってるらしいです。月額の会費にプラスして1台あたりの手数料が平均2万3000円入ってくるということですね。出品の手数料が平均8000円で、あと制約の手数料が8000円で、あと落札者からもらう手数料が7000円ですね。これがオークション会場で落札した場合ですね。衛星テレビだと12000円、落札手数料が12000円で、インターネットだと17000円になるらしいので、まあ、外で落札してもらった方がまあ、お得はお得ってことですかね。まあ、こういうところでアップルとかガリバーとかの中古車業者が買うっていうことなんでしょうね。はい、出品する方もあるんですかね。ということです。そして、まあ、重要なところは次のところですね。一番最初、株式会社 JAA の株式。これもオークションをやっていた会社ですが、シェアが大体 9% ぐらいの、会社ですが、この会社の 66.04% の株式を取得してですね、子会社化しております。今年のですね、夏に、公正取引委員会の承認が出てですね、取得が完了しました。取得後のシェアが 41.4% で、目標としては 45% まで持っていきたいので、まあ、何か新しい、案件があればそれも買収するかもしれない。今期売上高176億円、前期 6.3% プラス、営業利益 6.4% プラスと過去最高を予想しております。今期ですね、札幌会場をオープンしておりまして、でそれにプラスして、これが今年の頭ぐらいですかね、札幌会場は、今年の5月かで、あと北陸会場新築移転しております。あと東京と横浜の会場ではですね、これも会場が間違ってるんですけど、会場が、東京会場に引っ張られたんですからね。会場ですね、これはちょっと書ききんないですね、これはね。まあいいです。最新のオークションシステムを導入しておりまして、1日に1万4000台から1万5000台をさばききるシステムになってるらしいですよ。すごいですね。同時にだから何連、12連での、オークションが開催できるということらしいです。名古屋会場とかも結構大きいらしいんですが、昔はなんか6連とかでやってて深夜2時とかまでやったらしいんですけど、まあ、今10連になってそんなに遅くならなかった、まあ、それは従業員も早く帰りたいですからね、っていう今、まあ、働き方改革でのっていうこのご時世ですから、そんなところも踏まえてですね、連を増やしてですね、従業員を早く帰らせると。で遅い時間、さらに制約率も悪いらしいので、そういった意味もあるということですね。新しい会場特に考えてないということですが、先ほど言った通り M&A いい話があれば考えたいと。株価見てみましょう。USS、ここもやっぱり高値付近ですね。今日は安いですが、業績堅調というところもあり、で、まあ、この辺で、まあでもなかなか動かなくなっちゃいましたね。ちょっと材料が新しくないっていうことなんですね。まあ MA もしっかりできて、マーケットシェアがさらに拡大しました。じゃあここからの展開がっていうところをちょっと待っているような段階かもしれない。1年、高い。2年ぐらいでどうでしょうか。2年でもやっぱもう高値抜いてるんですね。多分上場来高値付近なんでしょうね、この辺がね。そういうわけでもなかったですね。2015年の、5月ぐらいに結構高いところがありましたという感じになっております。はい、指標として配当利回り 2.08 倍と、まあ、こちらもなかなか高め、PR 30.15 倍、高いですね。割高であります。 PBR も 3.63 倍と結構いい評価をされているんですよね、なかなか。はい、まあ、非常に業績堅調なんです。硬いんですよね。で、連続、18期連続増配を続けております。配当利回り 2.08%。今期の配当予想47円なんですが、前期比で 0.6 円増配になってます。
で配当成功も 50% 以上ということで、かなり、株主還元も厚い会社です。優待が100株でクオカード500円とかですね、500、株以上だと三井住友 VJA、 何の VJA っていうのVJA ギフトカード2000円分、あと1000株以上になるとカタログギフト5000円とかですね、1万株になるとカタログギフト1万円相当とかですね、結構しっかり株主還元もしてくれている企業であります。まあお金持ってる企業なんでしょうね。で、すごく成長するような産業っていうわけでもないけれども、まあどんどんマーケットシェアを取り込んでいって、成長していくということなんでしょう。結構自動車メーカーが一応まあ一応やってるのはやってるんですけど、本気出してきたらちょっと怖いねとは言ってましたけど、まあでもあまりやる気ないんだろうねみたいな感じで楽観的でした。全国のオークション回路は120箇所あって、 USS は17箇所だそうです。はい、なかなかあんまりこう馴染みのない。そう、なんかそうだって、昔はなんか手競りでなんかこんななんかわかんないですけど、こんなした魚市場のイメージですけどね。本当にハンマープライスみたいなので想像するような競りがあったんですけど、やっぱすごくもう電子化してシステム化して、こうもう回転数早くできていけるように、20秒に1台オークションが行われているってことですからね。で、これで毎回ポン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 手数料が入ってくるっていうのがすごいですよね。そう考えると ROE が 14.9% 予想値ですね、となっております。そんな USS 証券コード4732、今日はオークション会場どんな車が入っているか品見に来たで4732ということで、どうでしょうか。ちなみにということで4732 USS でした。続きましてダイトロンですね。ダイトロンの資料が、はい、ダイトロンいきましょう。大体の卸売りであります。決算期12月、事業内容が電子機器及び部品、各種製造装置等の、製造販売輸出入を行っております。本社所在地が大阪市淀川区、上場市場が東証一部、1999年上場であります。従業員数が連結996名となっております。メーカーの特性ですね。ソニーの販売代理店からスタートしております。1952年に設立してですね。で、1970年に製造部門を設立いたしました。まあ、商社からスタートしてですね、自社のところで製造もしてしまおうというところですね。で、1986年に米国の現地法人を設立したことをきっかけに海外進出を開始。で、その後90年後半から、アジアの方にもですね、どんどん進出してきているというようなところであります。売上高ピークは2006年ですね。なかなかちょっと昔ですが、で、製造販売両方やっているっていうことですね。ここがなかなか強みだろうということであります。総取引先は約5000社、国内の主要企業とは大体口座持って取引してるよっていうような話でした。国内15拠点、海外11拠点、国内7工場、海外1工場ということであります。コネクタとか半導体とか電源、エンベデッド、画像処理、情報システムなどの電子機器部品と、半導体、電子部品のなどの製造装置の分野に大きく分かれるところでありまして、今のところその電子機器、電子部品の割合が 80%、 製造装置系が 20% ということで、まあ、25% ぐらいまで製造装置の割合を高めたいなというところであります。で、その中でも電子部品とかアッセンブリ商品、コネクタとかハーネスとか、機器組み立ての配線とかですね、そんなところスイッチとかの割合が結構高い、売上高 30% ぐらいを占めてて結構高いところです。納入先の主な企業を書いてくれてますのでお伝えしておきますと、オムロンとかシスメックスとかデンソーとかですね、NEC とかディスコとか、ね、そのあたりです。耐水圧コネクタとかですね、は結構まあ、オリジナル商品ですね、同社の。非常に
需要が高い商品、競争力のある商品というところがあります。あと半導体だと画像 IC、 電源 IC、 通信 IC、 カスタム IC とかですね、プロジェクターの中に使う半導体とかですね、特殊なものを結構作っている、特殊なものに強い企業なんですよね。主要な納入先としてはジャパンディスプレイとですね、パナソニックとか、三菱電機とかその辺ですね。半導体あと電気、あの、エンベデッド組み込み用のボードですね、あの緑色のやつこれが CPU ボード、 FA 用ボードですが、 IoT などに必要になるものなので、この辺が最近非常に売り上げが伸びているというところであります。券売機、なんかこのラーメンの券売機とかですね、あと自動高速道路のなんか自動でその料金受け取る、なんか大きい箱になんかこうお金投げ込んで支払うやつあるじゃないですか、あれとかに使う、そうです。アドバンテストとかですね、島津製作所とかその辺に納入していると。ですね、と電源機器、手術用の照明灯とかですね、あと、なんていうんでしたっけ、UPS か、あの無電源、無電、ん無停電、無停電電源装置かな、とかに使うやつ。これも島津製作所とか日本電子でしたっけ、村田とかに納入しておりますね。金沢村田製作所、そうですよ。あと画像関連機器、カメラとかレンズとか照明とかモニターとかですね、画像処理装置とかに、組み込むような装置、そうですよ、キャノン特機、キャノンの会社ですね。あとセイコーエプソンとか重機とか YKK 早く上場したり、これは売上比率 23% ぐらいですね。2番目の売上高を誇っているところ。中国向けが結構やっぱ人気だそうで、ロボットとか検査機器なんかによく使われているものだそうですね。あと情報システム、ビデオ会議システム、あとメディア、IC カードのリーダーとかライターとかですか、スイカとかのやつですね。に使うような、電子部品を、アマノとか、モバイルクリエイト、キャノンマーケティングジャパンとかに納入しているそうであります。で製造装置の方は、半導体とかフラットパネルディスプレイの製造装置ですね。あと LSI の製造装置とかですね、電子材料とか、これが売上比率 20% と結構高いところらしいんですけど、なるほど、シリコンカーバイドとか、なんか サファイアがなどの電子材料の加工をしているということらしいです。あと光デバイスとかでエネルギーデバイスとかその辺ですかね、の製造装置を作っております。あと液晶パネルとか有機EL パネルの製造装置も作っておりまして、こちらもあのジャパンディスプレイとですね、あとニコン、パナソニックとか、あとデンガラとかにも納入しております。LSI の製造装置、はですね、この辺も洗浄装置とかを中心に作っているそうですが、トヨタとか三菱電機とか、富士電機に納入しています。あと電子材料シリコンウェア、ここの企業はすごくてですね、12インチだったかな、12インチだったと思うんですけど、なんかその外で展示、商品の展示とかしてくれてですね、シリコンウェアとかを持ってきてくれて、私は初めてシリコンウェアをそこで触ったんです。意外と軽かったっていうですね。この辺を、アサヒガラスとか京セラ、あと、サムコとかに納入しております。こんな感じでいいですかね。あとエネルギーデバイス、ソーラーシミュレーターとか、その辺の、部材を昭和シェルとかですね、京セラに、納入しているというところです。海外売上高が 18%、 ちょっとまだ低いですよね、こういう製品を作ってる割にはっていう感じなので、でアジアが特に多いところなんですが、 30% ぐらいまで上げたいというところ、もうちょっと高くていいような技術を持っている企業だと思うんですけどね。はい、今後の見通しです。耐水圧コネクタ、先ほど言いました、ところとか、低ノイズ電源、ノイズが高いとですね、こう画像が揺れたり
とかですね、いろんなものがちょっとこう、なんですかね、安定しなかったりとかするので、そういうところを低ノイズにして安定させるような電源のものとか、オリジナル製品を開発強化していくと。あと自動車、医療、インフラ、ロボット関連技術とか、航空、宇宙分野をですね、成長分野としてですね、どんどん推進していこうと。そして海外ネットワーク、海外に、拠点がたくさんありますので、そこのネットワークを生かした多国間のビジネスを拡大して、海外同士でもうそれで取引が進んでしまうような形を目指したい。日本に一回持ってくるとかじゃなくても、海外同士で完結できるような。であと、海外の地元の企業との取引を拡大したいとかですね。ところがあります。一宮に工場を作りました。ここの基幹工場としてですね、生産部門の統合強化を進めていきたいということであります。5000坪のですね、相当な大きさのですね、工場だということで、列車とかですね、電源関係で稼働が増えるんじゃないかということであります。人材確保がなかなか難しいところでありますが、大きな工場で、非常に巨大な設備も、作ることができるという。長期的な売上高目標を1000億円と考えているということですね。まあまあまだちょっと先の話でしょう。一番高かった2006年でも550億円くらいですかね、売上高というところなので、まあ、これから成長をどんどん、見守っていきたいなと思うような企業であります。株価見てみましょう。はい、非常に高いところですね。もうすぐまた高値更新というところでありますが、順調に上がってきているというところです。1年で見てみると高い、2年で見ても高い、5年で見ても高い、20年とかその11年前が売上高のピークっていうところもありましたんで、20年のチャートだとどうなのか。ああ、やっぱりこの IT バブルの時がすごかったっていうことですね。全然高い。7000円とかがありましたから、またもう一度頑張っていただきたいところですね。指標を見てみましょう。配当利回り 1.7%、PR14.18倍、PBR1.64倍と、そんなに高くない。チャート見ちゃうとなかなか買いづらいかもしれないですが、そこまでの割高感はまだないのかもしれないですね。配当成功 20%、台ですね。20% の半ばくらいですね、大体。優待ありません。ROE がおよそ 11.1% となっております。お土産は今治タオルでありました。先ほどの USS はなかなかちょっと良さげな3色ボールペンでしたね。ダイトロン7609ですね、証券コード。7609。7609。ナムロックに近いですね。ナムオックと覚えましょうか。ああ、数字の点キーを押しても数字入んない。ナムオック。何のダイトロンとも書かない。そうですね。ダイトロンの社員の方がそう。ちょっとやっぱりキーボードあんまり得意じゃなかったんですね。点キーを押しても数字入んないんだけど。それナムオック。なんか。されてるからですよ。7609ナムオックということで、いかがでしょうか。でこちらお知らせです。S&P500 連動米ドル建て元本確保型ファンドというものをですね、うちの事務所で扱っております。珍しくですね、宣伝をするんですが、投資型の商品なんですが、米ドル建てで元本を保証するよっていう、みんに言ううるせえんですけど、はい。ですね。毎年200ドルから200ドル以上で積み立てることができるんですが、対象資産 S&P500 です。で、10年、15年、20年の積み立てプランを選べまして、10年で選ぶと 100% 米ドル建てで元本を保証してくれると、元本確保すると。15年だと 140%、20年だと 160% の元本確保。元本確保っていうのは、外貨建てで元本保証する場合は元本確保って言い方をするんですが、っていう商品性です。元本確保の資産額をパフォーマンスが上回ればもちろんその額を受け取れるという形になります。ってことですね。コストこの辺こういう形になってます。10年だと 2%、 15年だと 1.7%、 20年だと 1.1% みたいなですね、信託保証みたいなやつですね、になってます。あと加えて全てのプラン共通で月10ドル、信託保証みたいなコストがかかりますっていう商品扱っておりますので、米株まだまだいけるぜって思ってるけど、ちょっと
やっぱり怖いよねって思ってる方は、こういう資産、こういう商品、日本では買えない商品、日本の金融機関では買えない商品になってますんで、まあ、そんな言い方すると超怪しいですけど、こんな商品もありますね。もしご興味あれば、ご連絡いただければなと思います。はい。で、LINE の公式アカウント、アット LINE ですか。で、夏休みに入ったところ、今年のお盆休みにですね、資料をお送りしたりもしましたんで、登録されてない方で気になる方はですね、ぜひご登録いただければなと思います。あとメルマガの方、今週、明日になっちゃうんですけど、19日にですね、東京、ま、全国どうなのかわかんないですけど、東京は結構雨が続いているということで、こういう天候の時に、期待されるような銘柄みたいなのをですね、お伝えしようかなと思っておりますので、ご興味ある方はぜひご登録お願いいたします。最近知ったんですが、多分携帯キャリアのメールアドレスで登録している方は、なんか続きはこちらみたいなので、クリックしないと、なんか時数制限で全部見れないらしいんですね。で、その最後の方に私のコメントとか推奨する銘柄とか書いてあるんで、最後までぜひ読んでいただけるといいかなと思います。ということで、質問も引き続き募集しておりますので。ということで、質問ご要望ご、いろんなご依頼、執筆講師の依頼、こちらお待ちしておりますので。来月の頭にですね、一つ雑誌の記事が載りますので、また近くなったら、お伝えいたします。ということで、TOA、USS、ダイトロン。TOA はなんか意外なところでポンとこう好業績に出てきそうな感じのある企業ですね。USS はなんかそこまでこう、なんかこう、バンと上がるような銘柄じゃないのかもしれないですけど、長期的に安定的に持っておくといいかなっていうところ。ダイトロンもなんか、意外と忘れたけど、こうすごい好業績出しそうみたいなところあるんで、業績アップの時とかに期待したいとか、あと新製品がなんとかみたいなところで、ちょっと面白いことはあるかもしれないですね。というようなところでありました。サクッとですね、3社紹介して、なんだかんだ長くなってしまってですね。あとは10分とか15分ぐらいの動画に収めたいんですけどね。ということであります。はい、ということで、ストックステーション第60回以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。